カリフォルニア芸術大学は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡、サンタクラリタ市、バレンシアに本部を置く、アメリカ合衆国の私立大学である。1961年に設置された、カルアーツの通称でも知られている。比較的新しい芸術系の大学、大学院で、視覚芸術と舞台芸術の学位の双方を授けることのできる、アメリカ合衆国で、 最初の高等教育機関となった。学校の前身は、シュイナード芸術学校とロサンゼルス音楽学,学校であり、両者の統合が大学の原型となっている。同じカリフォルニア州に存在するカリフォルニア美術大学とは日本語訳がともにカリフォルニア芸術大学とされる場合があるが、両者は別の大学組織である。キャラッツザ・ハーブ・アルパート・スクール・オブ・ミュージック・アット・キャラッツ。 アメリカ国内における芸術系の大学としての評価と信頼は高い。2014年にはニューヨークに拠点を置くアートギャラリーのアーツペースが米英圏で最も影響力のある MFA プログラムを持つ大学のトップ10に選んだ。2011年のニュースウィーク、デイリービースト氏は芸術に関係する米国の大学として1位にランク付けしており、US ニュース ワールドレポートが2008年に行った調査では、ファインアーツ系大学で全米トップ10内に入っている。大学が創設されるにあたっては、キャンパスがカリフォルニア工科大学の近隣にあり、また、大学の名称も同じ形式であることから、分野横断的な芸術のカルテックとも言うべき、新しい研究、教育機関及び芸術センターが構想されていた。学位には、部派、 MFA、音楽学博士のほか、すでに修士レベル以上の技能を有している入学者には、学士号なしに修士課程の教育を受けることのできる、高等免状の学位も用意されている。学位取得のための機関プログラムとしては、音楽、美術、ダンス、フィルムビデオ、演劇、クリエイティブライティングが提供されている。美術学士、美術修士に関連する、 制度上のカテゴリーとしては、視覚芸術、舞台芸術のほか、1994年からは、文芸も加わっている。このうち、音楽科のプログラムは、米国に数ある音楽大学と異なり、作曲、演奏の両部門において現代的な音楽と、コンピュータ音楽に重点を置いた先端的な研究、創作、教育を行っている点に特色がある。また、 世界音楽の視点からアジアやアフリカ地域などにまたがるた様々な地域の音楽文化に触れることのできるカリキュラムが提供されており特にアフリカの音楽と舞踊、バリ島とジャワ島の音楽、北米原住民の音楽の3つのプログラムで修士号を取得することができる。映画、フィルムアート、ビデオアートに関連する部門はロサンゼルス近郊に位置しているという地理的な 病院などから教育や創作活動において映画産業の現場などとの関係を比較的作りやすいという利点のあることが知られている。芸術文化の最前線で活躍している優秀な講師陣を即座に迎えることでも知られている。また、近隣のカリフォルニア大学ロサンゼルス校、カリフォルニア大学サンディエゴ校、南カリフォルニア大学サンフランシスコ音楽院などとは、 芸術文化活動において、緊密な連携をとっている。現在までに、多くの著名な音楽家、美術家、造形作家、映像作家、ビデオアーティスト、ダンサー、振付師、舞台演出家、脚本家、俳優などを輩出している。レッドキャットは、カリフォルニア芸術大学が有する展示、公演スペース、ロイアンドエドナディズニー、キャラアッツシアターの略、 ロサンゼルスの中心部にあるコンサートホールを要する大規模な複合施設であり内部には大学が所有する展示公演スペースもある2003年11月より開館建築家フランク・ゲイリーの設計として著明650平方メートルの劇場と280平方メートルの展示スペースと書店コーヒー屋 ビールワインなどの飲食店を備えたラウンジから構成されている。講演プログラムとして実験的なダンス、演劇、音楽、映画などの作品を世界中から招待し、市民に幅広く提供している。EN リストオブカリフォルニアインスティチュート・オブザアーツ・ピープル。ありがとうございます。